回ご紹介するのはセイコーの手巻時計、セイコークロノスです。純高級時計として量産されたコレクション。後のキング西高の基礎にもなった。優秀機種でもあり、より薄くより高性能を目標に開発され、西高の歴史に確固たる足跡を残した名品です。本品は 14kgf 金張り23席モデルです。文字盤はシルバーカラー、アップライトのバーインデックスと細身のペンシルハンドの組み合わせ、シルバーとゴールドの上質でシンプルな風貌デザインです。14kgf ケースは薄型ラウンドフォルム、裏蓋はスナップバックです。バンドは社外製の革ベルトを装着しています。アンティークの魅力を存分に味わえる精巧の一品です。ダイヤル、文字盤、シミ、小傷などの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。やはりインデックスは経年変化しています。ケース、裏蓋、すれ、小傷が認められます。裏蓋の刻印は鮮明です。へこみなどもありません。風防、すれ、小傷が認められます。装着時の日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、ケース右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。ルーズを引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。タック、秒針停止機能はありません。付属品、本体のみです。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は 18mm、 ケース径は約 35mm、 ルーズ含まず縦ラグからラグまで約 42mm、 厚さ約 10mm、 風防含むです。時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また
お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。